ユーメットサット加盟国。内薄紫が協力国。欧州気象衛星開発機構は欧州各国が共同で運営している気象衛星運用機関。加盟国の内正規加盟国は20カ国、10カ国が協力国として参加している。欧州連合とは全くの別組織である。気象衛星の開発、運用を行うために1983年に 設立された。本部はドイツのダルムシュタットにある。運営費用は加盟各国のからの拠出金による。その分担費は国民総所得の比率に基づいている。そのため2006年時点ではドイツが21.4%、イギリスが16.6%、フランスが15.7%を負担している。正式道においてはメテオサットを運用している。 2007年時点においては、統計0度と統計57度の2カ所に配置されている。また、2006年10月には、高度 850km の極軌道に、ミトップが打ち上げられた。これは2007年から運用が開始されている。このほか、海洋観測衛星として、ジェイソン -2 が計画されている。ドイツのダルムシュタットにある、本部加盟国の拠出は、 各国の国民総所得に見合った額が設定されるが、協力国は正規加盟国の拠出額の半分で良いと定められている。拠出水準は2006年末に活動計画における強制義務として公示されている。それに加え、うち数カ国は運営に伴う赤字を補正するために拠出額を増やすことを前任されている。拠出の増額がユーメットサットの理事会で、 承認されるか、あるいは参加が、任意のジマイナス2の高度測量計画へ加わる。ことで、加盟国は会議での既存の投票権に加えさらに、投票数が追加される。正規加盟国は、映像や情報のほかユーメットサットが作成した資料すべてを自由に利用できる。協力国は、拠出額によって利用可能な情報が制限されるが、 非常事態や気象災害の恐れがある場合は、すべての情報の利用が可能となる。また例外的に WMO に加盟している非加盟国も同様のケースが発生した場合は、情報の提供を受けられる。世界銀行の統計報告で、国民一人当たりの年間所得が 3500US ドルを下回る、経済状態の悪い非加盟国もメテオサットの情報は利用可能である。 according to council resolution iam c-04-res v adapted at the go-nines meeting of the humet sat council on 3-4 July 2006 in council resolution iam c-59-06-res 3 c-regal information ありがとうございます